今のうまいですね。さあ前線で呼んでいますが阿部を使って中に見えました。マイナスシュートだ。バスキこぼれてもう一度打てない。さらに後ろからいった長いのシュートわずかに右。右サイドで長井がうまく堀米をかわしてですね、大きなスペース存在してましたからね。阿部が深い位置を取って、そして、まあ、山下が引っ張ったその後ろですねのスペースに松木が入ってきてですね、松木もうまく合わせましたけどね、ちょっとシュートがコースがやっぱキーパーの正面でしたからね、決めきることはできなかったですね。非常に質の高いボールですね。リードさらにワイドを使う。マイナスリード小野田ヘッディングバーの上です。クロスに合わせた小野枠には行きませんでした。近くには菊池グランダここは引っかかって、もう一度岩崎から菊池上げていくヘディング、ナイスキーパー。最後はリード、ゴール前でリードのヘッドでした。ここもどんどん後ろからボールを起こして入ってくる選手ですし、これはスオビックは見事ですね。イーノの振ってる方向と違う方向にボール飛んできてますから。さあどうする、シュートがブロック跳ね返しました。逃げていくゴール前ファーサイドで阿部が触ってコーナーキックです。選手が動いてますが菊池のところ阿部にディフェンス、中央へ小泉、さあボックス内シュート狙っていきました。枠には行きませんでした。中には阿部が入っている。阿部がスペースで受ける。今野かわして今野が打っていきました。堀米狙っていきました。ゴール堀米今シーズン初ゴール、直接フリーキックを決めていきました。ビューティフルゴール。下シュートだったんでしょうね。完全に逆取られてますね。まあソービックにしてみると壁の前にですねトスの選手が入っていて、ちょっとボールは見づらかったんだと思うんですよね。壁の頭を越えてくると思ったんでしょうね。ソビック左にねちょっとステップ踏んだことによって壁のない方のゴールを狙ったんでね。